はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はレベル上げをやってます。ちなみに、今の俺のレベルですけども、97です。まあ、他のキャラクターは、90ぐらいとなってますね。ソローネとオズバルドだけ、97です。で、98に、次、上がると思います。多分、次戦うと98に上がります。で、このゲーム、レベル上げが、かなりきついです。かなりきつい。あのね、レベル80までは、上がります。レベル80までは、まあ、サクサク、上がるんだけども、80からが、ちょっとね、おかしくなってきます。うん、わけがわかんなくなってくる。なので、ちょっと注意が必要ですね。80までは結構上がって、でも、80から81までに上がるのに、必要経験値、5万6000必要なんですよ。5万6000は結構多いなぁと思うんだけども、まだね、ここはね、可愛いところです。まあ、それからどんどん上がっていって、85から86まで上がるまで、ここが必要経験値、10万です。あれ ?80 の時、5万6000だったよね。倍になったぞっていう感じ。で、どんどん上がってます。で、必要経験値をちょっとね、メモしてるので、言っていきますと、レベル90から91まで、22万必要です。また倍になってる。まあ、そんな感じですよ。で、そっから、90からも、上がり幅がかなりおかしくって、92から93に上がるまでが26万。93から94に上がるまでが31万。94から95に上がるまでが38万。もうやめてくれと思うんですよ。38万。これは相当時間かかると思ってたんだけども、まだまだ上がってきます。95から96までが45万で、96から97までは54万。で、今の俺のレベルだね。97から98までは65万。経験値が必要です。65万だよ。とんでもなく時間がかかる。で、これね、98から99までが怖いんだよね。一体どれぐらいの経験値を吹っかけられるのか。それが、かなりドキドキしてる。うん。まあまあ、こいつら倒したら上がると思うんで、倒してみます。頼むよ。100万とかやめろよ。どれだ？79万 !70! まあ100万じゃなかったけど、100万じゃないけども、79万まあ、そうね、2時間かからないぐらいかな。1時間45分ぐらいでは上がりそうな数値かな。いやー、これは、やーべーなー。まあ、とりあえず、98から99まで、まあ、2時間弱かけて上げてみましょう。これはきついって。で、ちなみに、レベルを上げる方法ですけども、いろいろ試しました。いろいろ試してみたところ、結局、敵と、どんどんエンカウントして、サクッと倒す。それが一番早いです。一番早い。摩訶不思議の舞ってあるじゃないですか。経験値が、2倍とか5倍とか、まあ、超レアが出れば100倍とか、なるやつがあるんだけども、あのね、摩訶不思議の舞は、俺おすすめしません。あれ逆に時間がかかる。まず、レアモンスターに変わるとかもあるんだけども、レアモンスターに変わると、経験値100倍。あの2つ、まず出ません。まず出ない。2時間ぐらい試したところ、1回ずつだね、出たのは。うん。ほぼほぼ出ないので、あまりおすすめしません。で、しかも、事故ることがあるんだよね。
起こることが、 HP が1になって、その次に突風が吹いて全滅とか、そういうのがあるので、セーブしてなかったりすると地獄を見るんですよ。なので、摩訶不思議の場合は俺はおすすめしません。とにかく敵とサクッと出会ってサクッと倒す、もうそれをとにかく繰り返す、もう修行のようなもんですね。それが一番効率がいいと思います。で、装備が結構重要で、経験値装備は装備しておいてください。これがね、経験値ブースター、そして幸せのブローチ、この2つは絶対につけるようにしてください。このブースターは船を取るとすぐに入手することができます。海のところに落ちてるので、これは簡単で、幸せのブローチは確かここだったね、ストームヘイルの、ここの領主の、お嬢さんから盗めば取れます。まあサブクエを一つぐらいクリアしなきゃいけないんだけども、でも効果が絶大なので、これは取ってからレベル上げをしてください。経験値が全然違います。でサポートアビリティで、レアモンスター遭遇と経験値アップで、まあそんぐらいかな。まあそれぐらいの、あとあれだ、もう一個重要なやつがあった。これ闇に生きるだ。闇に生きるも経験値が増えますね。まあ、とにかく経験値装備、経験値アビリティを全部つけて、で、サクッと倒していく。それが一番です。もう一個重要なやつあった。もう一個あったあった。それが装備で、これらは引き寄せのリボン、引き寄せのリボンを装備すると敵との遭遇率が上がるので、サクサク敵に当たって、倒していくことができます。とにかくこれはもう修行です。サクッと当たってサクッと倒す、もうそれしか、道はありません。とにかく上げていきましょうか。マジできつい。でそれだ、これも言うの忘れてた。キャットリンとオフトリンいるんですけども、あいつらが出現しやすくなる装備もう一応つけた方がいいです。オクトリンのタコツボと、キャットリンのマタタビ、この2つもつけるようにしてください。まあつけたとしても、出会うのはそうね20回1回ぐらいなので、まあ運なんだけども、まあ一応装備してると出現率が上がるって書いてあるので、一応装備してください。はい。でまああいつらもね、ちょっと問題なんだよな、キャットリンとオクトリンも。一応ドラクエでいうところのメタキンとかハグメタとか、あのあたりの立ち位置だと思うんだけども、経験値が低すぎる。経験値が1体倒して5000ぐらいで、このラストステージ、ラストステージじゃない、この一番美味しい奈落の城、ここの敵と相対差がないんだよね。なのでオクトリン、キャットリンはもう経験値、そうね2万3万持っててもいいんじゃないですか。これちょっと俺調整ミスだと思うんですけどね。確かにね、お金は持ってんのよ、お金は持ってる。でももうお金はね、終盤必要ありません。経験値をくれ。オクトリン3000とかだ。そんなんじゃ全然足りない。まあ、それはちょっとね、問題だと思いますけども、まあ、ぼやいたところで変わりはありません。レベル99まで頑張ってあげましょう。はい、もう少しで上がります。2時間ちょっとかかった。途中でお金がカンストしちゃったんですよ。お金がカンスト。で、ちょっともったいないなと思って、街に戻って買い物などをしました。あとね、SP 回復アイテムか。あれも必要になるんですよね。なので、戻って買い物とかをしましたね。やっぱそういうので若干時間はかかってきますね。でも2時間か。修行ですよ、本当にこれ、本当に。修行もいいところ。これで上がるかな。
あと1回か、貴重な知見を得た。あと1回あと1回あと経験値100ポイントぐらいでマックスです。ついに邪魔だ。これレベル99って相当な苦行だから、何かとんでもないスキルとかをね覚えてくれれば嬉しいんだよね。隠しスキルみたいな、レベル99で覚えるっていう。どうだ、レベル99いけた。まあまあソローではあと3万ぐらいかですけども、オズワルドレベル99なりました。 OK、 ちょっとソローネまで上げますね。ソローネもレベル99まで上がりました。ようやくだね。で、スキルは何も覚えません。うん、能力がどんな感じなのかちょっと見てみましょうか。ちょっと素の状態に戻しますね。ソローネを、ジョブもなしにして、ノーマル状態で見てみましょう。ソローネの能力がこんな感じですね。多分、これ、レベル90ぐらいも、99も、相対差はないかもしんない。うん。まあ、これは本当自己満足みたいな感じですね。はい。ということで今日はレベル99まで上げました。上げましたらば別に、強いスキルとか覚えることもなく、うん、ただただレベル99ということです。まあまあ気持ちはいいですね。うん。でも、レベル99にするの、このゲーム結構難しいです。結構きつい。特にレベル90からの必要経験値の上がり幅がえぐい。もう最後の最後、98から99までは79万ととんでもない経験値が必要になるので、まあ根気強くやるか、もしくは、まあ90ぐらいでいいかと諦めた方がいいかもしれません。本当にきついです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。